皆さんこんにちは。今日はですね、上野愛咲美四段と加藤智恵二段の女流立葵杯の挑戦者決定準決勝ですねの、ハイライトをお伝えしたいと思います。黒番が加藤二段で白番が上野四段です。ではね、初手から見ていきたいと思います。タスキですね。ではかかりまして、上野四段これ挟みましたね。上野四段はね、こういう時大体挟みますね。はい、基本的に挟みます。はい、挟んで戦いにして、そこでそのちょっとポイント上げていくと、そういう感じですね、いつもね。大体そうですね。はい、1件挟むとか2件高く挟むとか、その場合によってね、使い分けてますよね。でかけまして、結局切りましてね、定石手順ですよね。きまして、受けて、黒も受けましたね。そうですね、ここでは黒はですね、この1剣の前に一回こうね、伸びて、ちょっと相手の様子を伺いたかったですね。手を抜くのか、あるいは受けるのかっていうところですね。それちょっと見たかったですね。というのは、ここでこの位置っていうのは結構急所の位置なんですよね。ここの戦いにおいて、この位置はですから、これを一回打っておいて、相手がどういくのか。例えば、こういったら、こうずっとね、こんな感じでね、ここ受ける必要ないですからね、こうなったら。こういうふうにいけばいいし、あるいはね、こういって、手を抜いたら、またこっちもね、受ければいいし。ね。だから、ここにちょっと一回行ってみたかったですね。一件取りましたね。普通に行けました。はい。で、かかって、受けて、で、ここ行きましたね。で、やっぱりここ、急所ですよね。急所にね。やっぱり多分、上野四段は、この形において、この位置が急所だっていうね、ことを、おそらく、何なんでしょうね、これは。わかるんでしょうね。人工知能を勉強してるのか、あるいは、この形をね、この形を熟知していて、ここが急所だっていうのはわかっているのか、あるいは、そういう、いわゆる何ですか、嗅覚ですか、嗅覚。ここが急所だっていう、そういう嗅覚ね、嗅覚が鋭いのか、そこのところはちょっと分かんないですけど、ここ行きましたね。で、これちょっとね、ここ行かれると意外と黒もちょっと当たり打たれたりして、いろいろと息苦しい、そんなに息苦しくはないですけど、嫌ですね、やっぱりね、ここ打たれると。で、実際人工知能はもう推奨してますね、ここ今ここが一番重要だということですね。で、結局手を抜きましたね、黒は。で、ここをこういきましたけど、ここ強いですから、そう、もうちょっと積極的に、こうとか、こんな感じでちょっと行きたかったですね、これ。ちょっとちょっと攻めてみたかったです。ちょっと消極的だったような気がしますね。ここは。で、結局ね、ここを一発ね、受けろと言って、ここ迫りまして、受けてくれたから、一応ね、ここ大きいですからね。ここは大きいですから、この渡りがあるから。
で、まあ、受けさせて、で、まあ、普通はね、結局、こういうとこ見たら、結局、上の四段が、まあ、自分だけ打ってますよね。ここもそうだし、結局、自分だけ打ってるっていうかね、そういう感じしますよね。自分だけいいとこ打ってますからね。で、まあ、ここ、つけましたね。本来は、まあ、こんなぐらいだと思いますけど、まあ、これぐらいかなと思うんですけれどもね。まあ、欲張りですね。欲張りですね。まあ、ここつけて、で、跳ねて、で、まあ、駆けつぎましたね。はい、駆けついて。で、当たりを打ちました。はい。で、手抜きましたね。はい、ここで、これが問題だったですね。これ、ここがちょっと問題のシーンでしたね。これ、手を抜くのはここで、手を抜くのはここで、いいんですけど、手を抜くのはいいんですけど、ただし、まあ、ここで手を抜くとか、するならわかるんですけども、この次が来て手を抜いてしまったもんですから、ここ付け越しが発生してしまいましたよね。だから、この次がない場合は、手を抜いても別に大きな問題はないんですけれども、この次が来た以上は、もうこっちを打たないといけないですよね。こういう感じ、手を抜いてはいけないですよね。ここ、こう打つとか、行って相手中で生かすとか、はい。まあ、それでも、付け越して切ってくるとかもしれませんけど、その場合は戦いますから、黒も十分。ですから、この次が来た、継がしてしまった以上は手を抜いちゃダメだったんですけれども、はい。だから、ここの次が来て手を抜くのは非常に、だから結局悪手になってしまいましたよね。はい、まあ、もともとそんなに こっちでね、相手を息を催促すればそれは悪手じゃないんですけれども、これによってかなりそのポイントを奪われてしまいましたね。まあ、ここ結局もう逃しませんよね、上の四段は。こういうところは、伸びてついで、もうこう継がないと自分が危ないですからね。これ一軒飛んで、結局、ね、結局これこういう感じでここに地を稼がれてしまいましたよね。これ結構どうですかね、これ。もう30目から40目ぐらいありますからね。ありますから、こう稼がれてしまいましたから、これかなりちょっとポイント奪われましたね。で、まあ、ここ、これなんですけれども、この手は、まあ、あれですよね。まあ、ここですよね。この黒の、まあ、なんか手を抜いたりしたら、これですよね。この切りを防ぐための手だと思うんですけれども、まあ、受けただけの手ですからね。まあ、ここでは、こうつけたりして、まあ、こんな感じでちょっとね、受けたかったですね。はい。まあ、こうとか。ね。こういう感じでちょっと受けてみたかったですね。まあ、こういったらこうとかね、言って。まあ、こういう感じで、その効率的に受けたかったですね、ここはね。で、まあ、こう受けましたね、一応ね。で、まあ、ここもそうですね、もう手抜きたかったですね、これ、一見。手抜くっていうか、一見飛ぶのは、もうちょっと堅実なんですけれども、ちょっとここ、今、ポイント稼がれましたから、字を。逆にね、逆に桂馬で攻めなかったですね、逆に。私が攻めてるんだよと、ね、私が攻められてるじゃなくて私が攻めてるんだよと、逆に攻めてみたかったです ね。もうどうなるかは別としてね、結果は、はい、
せめては見たかったですけれどもね。で、まあ、飛んでこう行って下がってね、こうかぶせてきましたね、はい。まあ、いいとこだと思いますね。逆にこの白に援軍を送りつつね、この黒を攻めるということなんですけれども、でまあこう桂馬に言って、もうこれあからさまにつながりますよって言ってたんですけれども、まあここでねこっちに行ったんですけれども、これはちょっと大きいですよね、あまりにもね。はい、これもですね、やはりこう頑張ってみたかったですよね。ちょっと字をね、こんな感じで稼いでみたかったですよね。ここは今ちょっとここでちょっと稼がれちゃったから、こういうふうに行きたかったような気がするんですけどね。こういうとこもちょっと弱気だったですね。上のやっぱり四段のなんか力をねあまりにも意識しすぎて、指し手がねなんか萎縮してるっていう感じがしますね、見たら。で損してるんですよね。でまあここでね、結局これはもう大きいですからね。でもこれ結局これ攻めに行ったんですけれども、このツケからぴったりとこれ連絡してしまったんですよね。ですからこの分だけ損ですよね。でまあ覗いてね、まあ、ここでなんとかちょっとまあ利かそうということですよね。逆にこの外から跳ねられて、でこう打たれて、でまあ当たり打たれて、結局この石取られたんですけれども、結局丸々取られてしまいましたよね。でまあ取りましたね、こういきました。まあこの時点ではね、もうそうですね、もう白がね、もう勝率 98% 超えてましたね。まあ、地合いも12目以上良かったですし、12、3目良かったですし、もうこの辺ではね、もう 98% 超えてましたから、もうほとんどね、もうグロッキー状態っていう感じでしたね。もうあとは、そうですね、まあどうまとめるかっていうことですね。白がね、このリードをうまくどうやってまとめるかっていうことですよね。うん、で実際そのグロービス杯で上野四段準決勝でしたかね、あ準々決勝か、準々決勝でムンミンジョン四段と対局した時もうこんな感じでリードしたんですよね。でもその後にそのなんかぬるい手を連発して結局逆転されて中押し負けしたんですけれども、なかなかそのまとめ能力っていう面でやっぱりその上野四段はちょっと不安な面がありますからね。まあ今回それどういう感じでまとめるのかってまあ見てたんですけれども、でまあね、ここではね、まあつけて一件取りまして、まあこういきましたね。まあそうですね、ここはまあ、この石がしっかり生きれば、これ丸飲みされても三々があるし、三々守られてもこっちがこの脱出してできれば、まあどっちかが、まあこっちが生きるか三々で生きるか、どっちかがうまくいけば、まあ地合い的にはそれでまあそのリードは保てる。っていう感じでしたからね。まあ、だからこっちの石はどうしっかりね生きておけば、まあ、問題はなかったような気がしますけれども、まあ、この後まあ一応攻めてきましたね、黒もね、やはり。
で、まあこっちを生かし、まだ生かしてるかどうかわかんないですけど、で、こう行って、まあ黒もこの丸飲みしようとしてね、まあこの白もふわふわ打ってますけれども、ここでね。で、まあここで覗きを打ちましたね。この手、覗きに対して、この手ね、この手がね、めちゃくちゃいい手でしたね。これはいい手でしたね。これ単に受けるんじゃなくて、こういうようにして間接的に受けるっていう手ですね。これはいい手でした。ちなみに人工知能をこれ推奨しましたからね。で、こういう感じでね、これは非常にいい手でしたね。ね。これどういうことかって言ったら、切ったら当たり打って、こっち、これが先手ですからね。この、ここが先手ですから、まあ、生きるということですね。はい。結局、この白は。だから、この切りは心配ないということですね。こういうこと、こういうふうに受けて、ここも受けてたし、ここも受けたし、こっちも受けたということですね。非常にいい手を打ちました、ここで。でね、さんざん入りましたね。はい。で、まあ、ぐずみましたね。最強で頑張りました。もうこれ最強で頑張らないと負けますから。でね、まあ、意外とね、上野四段は、しのぎもね、うまいんですよね。そんなに、はい、しのぎもね。で、ここは、まあ、これは、切るわけにはいかないですよね。切ったら多分これが取られるね。取れますからね。はい。切るわけにはいかないですね。はい。まあ、ですから、まあ、しょうがないですよね。黒もね、こっち。なんかしかね、これで逆に繋がれまして、まあ、そうですね。結局受けないといけないし、で、こう行かれて、結局これ、こっちが生きてしまいましたからね、こっちとこっちが。まあ地はないんですけれども、稼げないんですけれども、これで、まあほぼ白が、まあ、勝利ですかね、これでね。もう追いつかないですから、これで。これで地はもうこれ以上、できようがないですから、これとこれが連絡してしまいましたから、ほぼほぼね。ここもね、上野四段はね、非常にね、ただ単につながるってことしないんですよね、これ。これ切れないですかね、これちなみにね。で、こう継ぎまして、こっちを継ぎましたね。こっちを継ぎました。こっちじゃなくて、こっちを継ぎましたね。まあ、切れないってことですね。はい。まあ、こっち継いでもよかったような気がしますけど。はい、こう言って、で、継ぐのかなと思いきや、まだ継がなかったですね。まあ、今度はこっちを攻めに行きますね。こっちがまだ生きてないということですね。で、こっち継いで。息をね、催促しますね、ここね。いやー。こう打って、で、ついで、ここまで勢いを催促して、で、継ぎましたね。はい。いやいや、本当にね、こういうところは、やっぱり、そつがないですね、上の四段をね。単にそういう、継いだりとか、そうじゃなくて、利かすだけ利かして、で、継ぐ、最後に継ぐと。いう感じですね。もうここではもう勝負ありましたね。これ先手ですから抜きまして、で、ここで一応分断しましたね、この石をね。で、こういって継いで、これ継ぎましたね。これは取ったらこっちから行かれて三目中手で死んでしまうということですね。はい。ですからここでね、連絡するしかないですからね、黒は。まあ、ここもつながりまして、こう打ちまして、で、まあ、大きいとこ行って、
まあ大きいとこですね、ここをね。出て、当たり打って、まあ切りましたけど、まあここからはね、もうほとんど勝負はね、もうありましたから、まあここ、次も大きいとこですね。で、まあこう出て、まあここはちょっとまあ投げ場を求めたっていう感じかもしれませんね。手にはならないですからね。で、これで結局、投了しましたね、黒がね。加藤二段が投了して、結局、上野四段が、白で中押し勝ちしましたね。まあその、まあ、全局的にですね、まあここの辺でねちょっとリードをして、ここでちょっとリードをして序盤にね、そっからまあ一度も相手にリードを与えずに、まあそのね、まあいわゆるそういうまあ完勝だったんじゃないかという気がします。はい、以上です。